山大国説とは、日本思想史学者の古田武彦が主張した、山大国に関する説である。論文、山大国、著書、山大国はなかった、その他、市民の古代、なかった等で主張された。儀式の漢方はどれも例外なく、山大国か、山一国となっている。これを、山大国とするのは根拠に乏しい。山大国はなかったでは、 論拠として以下のことが挙げられている。五感書などには邪馬台国とあるものの、両書の例もある通り、義手は人伝以外の全てが邪馬台国というわけではなく、邪馬台国が正しいとする根拠にはならない。邪馬台国は邪馬台国よりも競技の意味での国家と考えられる。邪馬台国は九州にある国である。なお、 古田武彦は、三国志などの使用例を鑑みれば、じゃ馬、一のような交換を持ったニュアンスを含めて、漢字をあり当てたと理解できるとしている。山大国がどこに存在したのかについては、古田武彦は、博多湾岸説を提唱している。博多湾岸説の概要は次の通りである。これをまとめると、次のようになる。 英区管理定7000よ里大報軍地区や韓国、1000よ里区や韓国大会国方400よ、里大会国の面積1000よ里大会国1、大国方300里1大国の面積1000よ、里1大国松良国500よ、里松良国糸国100里、糸国那国100里糸国文国 B 総理定 C、日程。ありがとうございます。